自民、公明両党が14日決定した2018年度与党税制改正大綱は、地方消費税を都道府県が分け合う、生産基準の見直しを打ち出した。首都圏では東京都が1000億円の減収になる一方、神奈川、専用、埼玉の3県は100億から200億円程度の増収になる。税制改正ではこれまで利害が一致してきた1と3県で明暗が分かれた格好になり、 今後の協力関係に影を落とす可能性もある。地方消費税は都道府県が課税する地方税で、消費。